皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。セレッソ大阪の試合を振り返るシリーズ、第3回を迎えました。今日は第6節、川崎フロンターレ戦と、第7節、柏レイソル戦を振り返るんだぜ。よろしくお願いするわ。今日はオープニングから絶対王者が相手ね。そうだ。ここ5年で4度の優勝、現在 J リーグを2連覇中。今季は初めての3連覇を目指している川崎フロンターレ。その強さはもはや説明不要と言ってもいいと思うんだぜ。ここ数年はヨーロッパに選手を輩出しながら優勝するという、とんでもない離れ技をやってのけているわね。代表ウィーク明けとなったこの試合、セレッソはマテイ・ヨニッチが復帰後初スタメンを飾る。ヨニ様、待ってたわ。そして前線には第4節以来のスタメンとなる加藤が名を連ねた。対する川崎は負傷者が多く、最終ラインはベストメンバーが組めない状態。レギュラーである谷口、山根も代表帰りで、一抹の不安を残すメンバーとなった。谷口選手、山根選手、ワールドカップ出場権獲得おめでとう。この日セレッソが選択したのは前線からの果敢なプレス。まずは相手の最終ラインに圧力をかけ、それをかわされたら自陣へリトリート。最初、何回か危ない場面があったけど、そこからはセレッソのペースだったわね。マルシーニョに決定機を作られるもなんとかしのぐと、その後はセレッソのプレッシングが機能したな。セレッソの2トップは、片方がアンカーの立花田につき、もう片方がセンターバックにプレス。アンカーに出させない状況を作り出してから、今度は両センターバックにアタック。とにかくフロンターレのアンカーとセンターバックに自由を与えないことを徹底し、これに川崎は苦労していた印象だ。この試合の加藤山田のプレッシングは本当にすごかったわ。前半13分、出しどころに迷った谷口から加藤がボールダッシュ。加藤のパスを受けた山田がシュートを放つと、相手に当たり軌道が変わったボールはポスト直撃。跳ね返りをゴール前に詰めていた乾が流し込み、セレッソが先制する。これだけでは終わらない。前半28分、左サイドから乾、山中、加藤のコンビネーションでボールを運ぶと、山中が中央の中原へパス。その中原から、裏への動き出しを見せた乾へ絶妙なスルーパス。完全に抜け出した乾がきっちり流し込んで追加点。まさか2点も先行するなんて信じられなかったわ。さらにさらに止まらないセレッソ。クリアボールを加藤競り合って、それに反応した山田が谷口と見事に入れ替わり最終ラインを突破。ジョンソン4との1対1を制し、なんと前半だけで3点を奪うことに成功。祭りだ。でも、フロンターレはどうしちゃったのかしら。今季に関して言えば、フロンターレはこの時点で順位こそ首位だったものの、内容的には苦しい試合が多かったんだ。苦しいながらも勝ち点を積み重ねているので、紛れもなく強いチームなんだがな。確かに昨年までのように相手を圧倒しての勝利は少なかったかもね。特に今シーズンは、川崎相手に前からプレスに来る相手が多く、両センターバックとアンカーの立花田に対して徹底的に圧力をかけられてしまい、そこを裏返すことができず、ボールを前進させるのに苦労しているようだ。つまり今日のセレッソも対川崎仕様ということなのね。これだけ強いと研究されてきちゃったのかな。この試合については、まず先ほど言ったように最終ラインに故障者がいたこと。あとこれは推測だが谷口山根は代表帰りで、コンディション的に難しかったのではないかということ。そして中盤より前の選手も動き出しが乏しく、全くボールが循環しなかったこと。セレッソのプレッシングは、対川崎の教科書通りに、アンカーと両 CB に徹底してプレスをかけたこと。この辺の要素が絡み合ったのではないかと思う。でもフロンターレほどのチームなら、プレスを組織的にかわせそうだけど、フロンターレの攻撃、特にビルドアップに関して言えば、実を言うとそれほど組織的でも、システマチックでもない。じゃあどうしてボールを奪われないパス回しができるのかというと、それは紛れもなく、個人個人の技術の高さによるものだ。フロンターレの強みはここの技術の高さ。具体的に言うと、ボールを止める技術、受け手の足元へパスを通す技術、パスやトラップで相手の逆を突く技術、そしてフリーになり、ボールを引き出す技術。このあたりが、J リーグ全体で見てもズバ抜けている。風間さん時代に植え付けられた止めてケールが今もなお根付いているのね。ざっくり言うと、そこに鬼木監督が守備の強度を付け加えてこれほど強くなったと言える。ここの技術が高いから、狭い局面に人を密集させても、奪われないパス回しができる。そうすることで、万一ボールを奪われても即座にプレスをかけボールを再奪取する、いわゆる即時奪回が可能。ここの技術の高さと、即時奪回の守備こそがフロンターレ最大の武器だ。要は、良くも悪くもこの技術に依存するスタイルのため、ピッチの選手たちのコンディションがあまり良くないと、一気に崩れてしまうのかもしれないな。そこにセレッソがうまくつけ込んだのね。その通りだ。川崎側の要因はすでに述べたが、セレッソ側の要因も忘れちゃいけない。
まず2トップが果敢にプレスをかけ、後ろの選手もそれにしっかり呼応し陣形をコンパクトに保てたこと。前回の最後に言った、準備がハマる試合とハマらない試合で言えば、この日は間違いなくハマった試合だ。準備がハマったのもしっかり練習で落とし込めていたからよね。決して偶然なんかじゃないわ。おそらく代表ウィークの長い中断期間で、良い練習ができていたんだろうな。あれとしてはうまくいっていないのは明白だったので、ハーフタイムで4枚替えを断行する。試合を見ていて感じたのは、前半はあまりにも選手の動き出しが乏しかったこと。セレッソの先制点の場面も、谷口のミスだと捉えられがちだが、本来はもっと前線の選手がパスをもらう動きをすべきだろう。鬼木監督の試合後コメントも、もっと動きを加えたかったというようなことを言っていたしね。知念、遠野らを投入し、後半開始からいきなりハイテンポでセレッソゴールに襲いかかるフロンターレ。いきなりマルシーニョがポストバー直撃のシュートを放つなどチャンスを作る。おそらくこういったテンポの速い攻めをしたかったんだと思う。あの時間帯のフロンターレの攻撃は怖かったわ。でも、さすがに前半の3失点は重くのしかかったわね。あの流れで3点も4点も奪い返すのはさすがに至難の業だな。後半23分には、ずれた横パスをカットしセレッソのカウンターが発動。この日デビューとなったパトリッキから、前線へ飛び出した原川へ。原川の折り返しを山田がゴールに突き刺し、4点目。山田くんに覚醒の予感を抱いているのは、きっと私だけじゃないはずよ。こうなれば試合としては決まったも同然。最後、マルシーニョに1点は返されるものの、そのまま 4-1 で勝利。王者川崎相手に驚きの圧勝劇となった。この試合で、フロンターレの轟での連続無敗記録を26でストップさせた。この結果に一番驚いたのはセレッソサポーター自身かもしれないわね。隠しもフロンターレ衝撃の大敗と報じるなど、誰もが予想しなかった結果だったな。ただ、フロンターレサポーターの意見を見ると、いつこうなってもおかしくなかったらしいな。それだけ今年は綱渡りのような試合が続いていたようだ。マリサはフロンターレが苦戦している理由をどう考えているの？まず、霊夢がさっき言ったように、これだけ強いのでかなり研究されたこともあると思う。あとはここ数年、中村健吾の引退に始まり、森田、三笘、田中碧、旗手と、4人もの代表選手が海外に引き抜かれたら、どのチームだって苦労する。フロンターレは育成にも定評があるが、ここまで引き抜きが続くとさすがに育成が追いつかない。ただ、その中でも田中碧の穴を埋めた立花だや、三笘の穴を埋めたマルシーニョなど、着実に後継の確保もできているとは思う。そうね。国内からも海外からも補強はできているし、その新戦力がヒットしたり、若手が台頭したりすれば、また強さを取り戻すんじゃないかしら。私もその可能性が高いと思っている。今は故障者も多いし、我慢の時間なんじゃないかな。続いて第7節、ホームでの柏レイソル戦だ。今季初めてリーグ戦で中2日という、タイトな日程でこの試合を迎えたぜ。メンバーを変えてくるかと思ったけど、川崎戦のメンバーがそのまま出てきたわね。私も驚いたぜ。ただ試合前の会見を見ても、チームが今高いモチベーションを維持しているようなことを言っていたので、おそらく前節からのいい流れを維持したかったんだと思う。いい時は変えるなって言われるしね。さて、シーズン前は買いに予想されることが多かったレイソルだが、今季ここまで好調を維持し上位につけ、その予想を覆す戦いを見せている。エサカやクリスティアーノが抜けて、前評判はあまり高くなかったわよね。そんなレイソルも中2日だが、メンバーは前節と全く同じ。ネルシーニョだからこっちは予想できたわ。クルピといい、ブラジル人監督は本当にメンバーの入れ替えをしないよな。今シーズンのレイソルで特徴的なのは、5-3-2 と5-4-1 の可変システムを採用しているところ。主に攻撃時は 5-3-2、守備時は 5-4-1 になることが多いが、これも状況によって、相手によってはそうなるとは限らず、すごく柔軟なチームだという印象だ。あんまりブラジル人監督がこういう可変システムを採用しているのは見かけないわね。こういった柔軟な采配ができるのが、ネルシーニョが今もなお最前線で監督業を続けられている理由なのかもしれないな。頑固さと柔軟さをちょうどいい感じに両方備えている監督さんだと思うわ。この試合では、攻撃時は 3-5-2 あるいは 5-3-2、守備時は前から追う時は 5-3-2、構える時は 5-4-1 といった具合に使い分けていたように見えたぜ。なかなかいい場面は作れなかったわね。確かに、レイソルの強度の高い守備と素早い切り替えにセレッソは苦戦していたな。ミスが多くなかなかパスが繋がらず、柏のカウンターにさらされる場面も多かった。中2日だからコンディションも影響したのかしら。それもあると思うな。ただ、中2日なのはレイソルも同じだ。あとはこの試合に関しては、少し縦に急ぎすぎていたようにも思う。レイソルは決して前から追い回してくるような戦い方ではなかったから、ボールは持てていた。だが、そこで効果的に相手を動かしながら攻めていたかというと、そうではなかった。
早い段階で前々と出していき、レイソルの守備網に絡め取られる展開が続いた。後ろは5バックで分厚かったし、中盤の3人も運動量が多く、かなり手こずったわね。確かに、レイソルの守備は非常に堅固なものだったよな。上位にいる理由がよく理解できたわ。レイソルの攻撃は主にカウンター、ボールを奪えばシンプルに前線へ送り、スピードのある小屋松細屋を走らせ、そこにマテウス・サビオや戸島、両ワイドが絡む攻撃を見せてきた。先制点は前半25分、レイソルに入る。セレッソがレイソルのペナルティエリアまで攻め込んでいたんだが、そこでボールロスト。するとそこからレイソルのカウンター発動。ワンツーで抜け出したマテウス・サビオがドリブルを始めると、これをセレッソ守備陣が誰も止められない。そのままゴール前まで運ばれてしまい、最後はフリーになった細谷へパス。そして細谷が確実に決めた。あのスピードに乗ったドリブル、誰も止められなかったわね。完全にこの力でやられてしまったな。セレッソはエリア内まで攻め込んでいたんだもの。そこでのロストは攻められないわ。確かに、中途半端な位置で失うのは良くないが、今回は相手陣地深くまで攻め込んでいたからな。流れに乗れないセレッソは後半から加藤に変えてきたのを投入。後半6分には北野の抜け出しから最後は山田がネットを揺らすも、北野にオフサイドがあったとしてノーゴール。後から見たけどすごく際どかったわよね。惜しかったわ。その後も 5-4-1 で固めるレイソル守備陣を全く攻略できず、後半16分、乾に変えてパトリッキを投入。するとここで交代を命じられた乾が、ベンチで不満爆発。チームのフラストレーションを象徴するようなシーンだったわ。でも、この試合はキャプテンマークを巻いていたし、こういう態度は控えないとね。この件はまた今度振り返るんだぜ。その後も立て続けに交代枠を使うも、なかなかレイソルゴールを脅かすことはできず、試合はそのまま 0-1 で終了。今季ホーム4戦目だが、未だ未勝利という結果に終わったぜ。守備の硬さはさすが上位争いをしているチームだったわね。割り切ってブロックを作り逃げ切り体勢をしっかり作るのもネルシーニョらしいよな。レイソルのようにゴール前を分厚く固めるチームに対して、キルカードが上条や北野、パトリッキだとなかなか苦しいと感じたな。これは、決して彼らを悪く言っているわけではないんだぜ。どんな選手にも得意不得意があって、彼らの場合は、引いた相手でスペースの少ない試合では、なかなか持ち味を出し切ることができないと思ってな。確かに、もう少し高さや強さがある選手が欲しかったかもね。まあ、今のセレッソには高さで勝負できるフォワードがいるかと言われたら、どちらかというとテクニック勝負、スピード勝負、機動力勝負の選手が多いわね。そこはベンチワークではなくチーム編成の問題だな。ただ、この試合のレイソルは本当に硬かった。あまり悲観的にならず、課題が見つかったと思うしかない。フロンターレに勝てた良いイメージのまま試合を見てしまったから、余計に残念なのかもね。そんな簡単に連勝できるほど甘くはないんだぜ。次は1週間も時間があるし、立て直しに期待ね。そうだな。というわけで次回は阪神ダービー、ヴィッセル神戸戦を振り返ろうと思うんだぜ。苦しみもがくスター軍団が相手ね。楽しみだわ。せっかくだから次回は阪神ダービー1本で動画にしようと思っているんだぜ。そんなことより早く現実の試合に追いつかないとね。もう明日、アビスパ戦だよ。そこは気にせずマイペースでやっていくからよろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。